カットライン。俺の名前はヒロシ。一般企業で営業として働いているサラリーマンです。新卒で入社したこの会社で働き続け、もうそろそろ3年目。すっかり仕事にも慣れて順風満帆な日々を送っています。よし、できたっと。これで午前の仕事は全部だな。よう、大平、相変わらず忙しそうだな。俺はこんなに暇だっつうのに。声をかけてきたのは同期の川園。川園は俺と同じく営業で働いています。暇なら営業行ってきたらいいんじゃないか。今日はなんだかだるいからパス。お前なあ。そんな感じで仕事の話や世間話なんかをしていたのですが、俺はふと川園が時折チラチラとどこかを見たりぼーっと見つめたりしていることに気がつきました。おい、どうしたんだよ川園。なんかあっちばっかり見てるけど、あっちになんかあるのかって。ああ、なるほどね。俺の目に入ってきたのは上司にあたる営業部部長の花森さん。川園はどうやら入社当初から部長にひっそりと思いを寄せているようなのです。お前さては部長を見たいがために営業に出ないな。バレたけ。それにしても綺麗だよな花森部長。スタイルもいいし仕事もできるし、できる女って感じ。まあな、部長の下で働けて本当に良かったって思うよ。そういやお前なんか部長に気に入られてるよね。業務中もだけど休憩時間とかもたまに声かけられてるだろ。一体どうやって仲良くなったんだよ。どうやってって言われてもな。ほら、俺が新人の頃部長が教育係だったから。でも別に他の人より特別仲がいいとかじゃないぞ。ほら、こっちは忙しいんだからお前も仕事戻れよ。はいはい、さすが営業のエースさんはうるさいね。さてはあいつ俺にマウント取ってやがるな。俺が部長のことを好きなの知ってるくせに、遠回しに自分の方が部長と仲いいぜってアピールしてやがるんだ。意地の悪いやつね、今に見てるやん。と俺は普通に話していただけだったのに、なぜか川園は俺がマウントを取っていると勘違いしたようです。その日から川園は俺の周りを嗅ぎ回るようになりました。はあ、業務中は特に弱点っぽいのは見つからねえな。よし、こうなったら。よし、定時だ。帰ろうっと。せっかく給料日だし、飲みに行くのもいいな。おーい、よひら、仕事お疲れ。おう、川園もお疲れ。どうしたんだ。いやさ、よかったら今日一緒に飲みに行かないか。せっかく同期なんだし、たまには親睦を深めようじゃないか。それはいいんだけどさ、なんかお前、最近様子変じゃないか。一体何企んでるんだよ。ほどの、別に何も企んでねって。俺はお前ともっと仲良くなりたいだけだってな。そうなのか。まあ分かったよ。ということでその日は川園と飲むことに。俺は最初こそ様子がおかしい彼のことを警戒していましたが、酒を酌み交わしているうちに不審な気持ちもなくなり、ついつい話し込んでしまいました。わー、大変だ、終電がなくなっちまった。ちょっと何言ってるかわからない。なんでそんなに棒読みなんだよ。まあ細かいことは気にすんなよ。それより大平、頼む、お前の家に泊めてくれないか。ここからタクシー使うと1万くらいするんだよ。それはさすがに痛い出費だな。わかったよ。サンキュー、助かるぜ。ということで俺は特に何も考えず川園を家に招き入れました。しかしそれから数分後、俺は彼の真の目的を知ることになるのです。あっちが洗面所と風呂な。おう、こっちは何の部屋だ。あ、ちょっとそっちは。うわ、なんだこの部屋。なんか女の子のフィギュアとかポスターとか。まさかお前こういうの好きなわけ。キモすぎ。おい、何勝手に写真撮ってんだよ、やめろって。お、悪いよおひら、俺用事思い出したから帰るわ。じゃあね。ま、待て、もしかしてあいつこれを狙って俺を飲みに誘ったのか。一体何のために。まさか。その翌日、俺の嫌な予感は的中。なんと川園は勝手に撮った俺の部屋の写真を会社中に見せびらかして、俺のことをアニオタだの、気持ち悪いだのと言いふらしていたのです。あら、見ろよ大平の部屋。いい年した大人の部屋がこんなって恥ずかしくね。周囲の人も俺のことを見て明らかに引いていたり、バカにするように笑ったりしていて、俺はどうすることもできずオフィスの入り口で立ちすくんでいました。すると、こらこら、何してるのあなたたち。あ、部長、ほらこれ見てくださいよ、大平の部屋。こいついい大人のくせしてアニメオタクなんですよ。気持ち悪くないですか。
川園くん、今は業務時間よ。関係ない話はしないの。ほら、ちゃんとお仕事して。でも、あいつはアニオタで。別に業務時間外で好きなことをしてるならいいじゃないの。それに他人の部屋の写真を勝手に見せびらかす方が大人として恥ずかしいと思うわ。大平くん、大丈夫？はい、すみません。実は俺、学生時代もこうやってアニメ好きなのを知られてクラス中から笑われたことがあって。それでアニメ好きなのを隠してたのね。ねえ大平くん、あなたの部屋にあるフィギュアって君とものフィギュアよね。もしかして部長も君ともを知ってるんですか？君ともとは俺が好きなアニメの名前で、正式名称は君と一緒です。パッと見は美少女系アニメなのですが、登場キャラクターたちが明るさや努力を武器に理不尽と戦っていくストーリーは何度見ても感動するんですよね。実は私もそのアニメ好きなのよ。限定のブルーレイボックスも持ってるの。よかったら一緒に見ない？私の家で。そう言って部長は目をキラキラさせながら俺の腕に自分の腕を絡めました。部長。あら、ごめんなさい。私ったら。ほら、君ともってアニメ化はしてるけど深夜アニメだし、職場で知ってる人はいないって思ってたから、なんだか嬉しくて。それでそのうち来る？はい、ぜひ。嘘だろ、部長もアニメ好きとか聞いてねえよ。くっそー。それから数日後の週末、俺は本当に部長の家にお呼ばれしてしまったのです。ドキドキしつつお邪魔したのもつかの間。ほら、このシーン表情がすごいのよね。複雑な心情を全て表してるというか。わかります。しかもこれ伏線になってるんですよね。初めて見た時俺鳥肌立ちましたもん。約束通り部長と君とものブルーレイを見ているうちに俺たちは意気投合、ここに来るまでほんのちょっとだけいい感じになるかもなんて淡い期待を抱きつつ、すごく緊張していたんですが、そんな気持ちもどっかへ吹き飛んできました。ああ、もう楽しい。こんなに楽しいの久しぶりだわ。この作品結構古いでしょ？知ってる人があんまりいなくて。俺もこの作品でこんなに語ることができたの初めてですよ。すごく楽しいです。そう言ってくれると嬉しいわ。あのね、私実はアニメも好きだけど原作漫画の大ファンなの。大平くんと一緒で、私も学生の時いろいろあってね、すごく苦しくてもう何もかも嫌って思っちゃったことがあったんだけど、そんな時に君ともの原作に出会って、キャラクターたちが理不尽や困難に見舞われても必死に立ち向かっていくのを見て、私も頑張ろうって思ったんだ。君ともはね、私のことを救ってくれたの。そんなことがあったんですね。それ以来、何か辛いことがあったら君ともを見て元気づけてもらってたんだけど、最近心配なことがあって。心配なこと？うん、君ともの原作は今も連載してるんだけど人気が落ちちゃって、 SNS とかでも先生元気なさそうにしてるんだ。先生は私を救ってくれた恩人でもあるから、なんとか元気づけてあげたいんだけど。そうなんですね。俺も原作読んだことはあったけど、先生の SNS まではチェックしてなかったな。それなら部長、先生にファンレターを送りましょう。ファンレター？そう、ファンレターで部長の思いを伝えるんです。この作品に救われたこととか、作品の好きなところとか全部手紙に書きましょう。俺たちはあなたの作品が大好きですって伝えるんです。わかった、やってみる。ということで、俺たちは先生にファンレターを送ることに。SNS から送ることも考えましたが、直筆の手紙の方が気持ちが込められるような気がしたので、文房具屋でレターセットを購入してファンレターを書き始めたのですが。大平くん、どうしよう。私レターセット使い切るどころか原稿用紙100枚ぐらい書けそうなんだけど。俺もです。まずは内容を吟味するところからですかね。俺も部長も作品への思いがあふれるあまり一日で書ききれず、その日から俺は時間がある時には部長の家に通ってファンレターを書き続ける日々を過ごしました。よし、定時、お疲れ様です。お先に失礼します。私もお先に。大平くん、行きましょう。ちょっと待てよ大平。お前なんか最近やたら部長と一緒にいないか。帰りもいつも一緒だし、そんなに急いで帰って二人で何してるんだよ。何って、本当のことを言ったらまたバカにされるかもしれないな。秘密だよ。じゃあそういうことで。嘘だろ、あの二人絶対付き合ってる。くっ
なんて川園が勘違いをしていることに気づかないまま、俺たちは何日もかけてファンレターを書きました。数週間後、書き上がったファンレターは枚数が多すぎて普通の封筒に入れることができなかったので、 A4 サイズの茶封筒に入れて郵送することに。先生、喜んでくれるといいね。大丈夫ですよ。大好きって気持ちをあんなに込めたんですから、きっと喜んでくれます。うん、そうだよね。そしてファンレターを送った数日後のこと。大変よ、大平くん。これを見て。どうしたんですか？促されるまま部長が持っているスマホの画面を見ると、君とも書いている先生が SNS で俺たちが送ったファンレターについて投稿していたんです。その内容は、とても素敵なファンレターが2通も届いたとか、私の作品をこんなに好きでいてくれる人がいるという感動が続き、これからも頑張るという明るい言葉で締めくくられていました。すごい。コメント欄も温かい言葉ばっかり。よかった、先生元気出してくれたみたい。ありがとう、大平くん。そんな、俺だって部長に言われなかったら原作の先生が落ち込んでるなんて知らなかったんですから。むしろこうしてファンレターを送る機会をもらえて、俺の方がお礼を言いたいくらいですよ。ねえ、私たちこれからもずっと君ともを大切にしていこうね。はい、もちろん。そうだ、せっかくだし、また一緒にブルーレイ見ませんか？いつも部長の家ばっかりで申し訳ないので、今度は俺の家でお酒でも飲みながらとかどうです？いいわね。今日は私たちの思いが届いた祝杯をあげましょう。はい。あの二人絶対付き合ってるよ。ちくしょう。こんなことになるなら、兄をただとかキモいとか余計なこと言わなきゃよかった。完全なる勘違いではありますが、自業自得ですし、彼には勘違いしたままでいてもらいましょう。そうそう、実は君ともなんですが、その後俺たちのファンレターについての投稿は驚くほど拡散され、一時期はトレンドに乗るほどの騒ぎになったんです。そのおかげもあってか、原作漫画は再び脚光を浴びて、アニメ第2期の制作が決定したり、新しいグッズが出たり、コラボカフェが立ち上がったり、映画化したりと大ヒット。今では思い切ってファンレターを送ってみてよかったと二人で笑いながら話をしています。あの部長。うん、何？いえ、何でもないです。次の目標は、共に過ごすうちに募ってしまったこの思いを伝えることなんですが、いっそラブレターでも書いてみますかね。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。